さてと、次はなんか炭酸の源泉というかそういうとこがあるみたいなんでちょっと見てみようかなと思います。この有馬は炭酸が、まあ、有名というか発祥の地というかみたいなんで、どんなとこか見てみようと思います。これこっちか。この橋すごいね。どれやったっけな。例によってまた Google マップでアバウトに見てきたと。大体のルートを大体この辺行ったろかなみたいなは見てるんですけれども、細かいとこまではちょっと見てないんで、もうアバウトで行ってます。確かこの辺曲がったらええ感じだったんかな。どっかこれかこれ P、 あ、道をね、これやな。すげえなこれ、この細い道これバイクならではやね。これ車ではちょっとめんどくさいな。でこれか、あ、これかな、これこれ。しかし、あの人おるけど、どこに止めたらええね。坂、めっちゃ坂やし、ちょっとやべえなこれ。これ止めれるかこれ。ちょっと待って。これ大丈夫やろうか。こけへんかな。よいしょ。大丈夫か。おはようございます。炭酸泉か。で、これ飲めんのか。これが飲めんのかな。飲むことができます。ちょっと飲んでみます。炭酸泉源、よいしょ。あ、なんや、こっちにもなんかある。ちょっとこっちにも何やらありますね。よいしょ。
へえ、これ湧き水かな、こんな感じ。いいですね、やっぱりなんか雰囲気がすごくいい感じ。よいしょ、 あそこ、あの坂道無理やりバイク止めました。んでこの先、車両通行困難と。ん？通行困難なんか、なんかな、まあ通行止めというか、あの通行禁止ではないんで、まあオフ車やったらいけんちゃうかな、いや知らんけど。さあ、んじゃあまあまた次は、ちょっと名前はわからないんですけれども、近くの公園に行きます。よいしょ、めっさ女の人走ってる。さあ、坂道なんでこれ、よいしょ、気をつけてと。さあ、さて、次は、もう一個あの公園があるみたいなんで、そっちもせっかくなので行っときましょう。入居者募集って、あ、賃貸なんかな。すごいあの金木犀の香りがあのしてて、いい香りです。あ、これですね。どっか邪魔にならんとこに、この駐輪場っちゅうのもないし、これこのくぼみええんかな、これなんやろ、駐車禁止ってなってるし。あんまり駐車禁止のとこに止めんのもあれやし、どっかこの隅止めとこか。これは癒しの森方面、山行きに適した服装靴でお楽しみくださいと。結構本格的なあのコースかもしれないですね。でこれです、瑞宝寺公園。秀吉が褒めたたえたという公園ですね。あ、ちなみに、こんな感じでバイク、ちょっとさっき あそこに止めようと思ったら、あの坂が急でずりってきたんで、ちょっと止め直しました。あ、これすごい立派な山門ですね。これすごいぞ。これ、まあ、すごいな。これはいい。写真ちょっと。いいですね。こういう、まあ、これ今から付けてるのかな、テーブルとか。ここは紅葉がすごい綺麗みたいなんで、
まああと一月二月したら、まあすごい多くの人が訪れると思います。これもなんか塔があって、いいですね。はい、それじゃあ今日も朝飯いただこうと思います。本日これ何？アラほぐし焼き鮭。焼き鮭、まあ鮭ですね。あとこれしじみ汁、これ、お酒のみなんでちょっとしじみで気休めですけど、肝臓いたわろうと思います。よいしょ、いただきます。うまそう。じゃあいただきます。うめえ。しじみ、うまい。染み渡る。最近やっぱりちょっとビールめっちゃ飲むんで、ビール酎ハイと、この夏やっぱ暑かったんで、ちょっとビール腹になりつつあるんで。ちょっと気をつけんとなんですけど、よいしょ。なるべく自然に汚さないようにしましょう。しゃ、ではおにぎりいただきます。うまいわ。時間ないから、これこの辺も結構台風でやられてますね。よいしょ、ちょっとこの辺、このもう木がすごいもう折れて、ここに集められてる感じですね。まあ他はでもそんな大きな被害はないんかな、見た感じ。まあこの辺こんな感じで、これすごいな、この大木がバキッと折れてると。やっぱりこの辺もきつかったんかな。この川の音がすごくいいですね。どんな感じかな、ちょっと川の映像を撮っておきたいですね。あ、ここ行けんのかな。あ、これ癒しの森方面。あ、すごいな。いいね。確かにこの道、これやったらしっかりした服装と靴で来ないと、結構な感じですね、これ。あ、流れてる。お、これ、ちょっとこれカメラで見えるかな。結構高いです。あれ、ちょっとした滝みたいな感じでダーッと行ってますね。で、綺麗な水が流れてます。ちょっと
もうちょっと近くでせっかくなんで撮っときましょう。よいしょ。お、あんま、これ気ぃつけんと。よいしょ。お、すげえぞこれ。すげえ。これ、うわ、これ折ったらやべえぞ。で、綺麗なあの川ですね。すごい綺麗。でもうすぐそこが滝ですね。滝になってます。これ。うん。へえ。すごいな。こんなポイントがあってんや。いいね。うん。いやこの公園もいいですね。まあ有馬温泉。有馬温泉来る人はこんな公園来るのかどうかあれやけど、いいですよ。うん。あ、これがそのもっと上流の川、こんな感じと。ああ、素晴らしいね。これすごいぞ、この綺麗な水。おお。ああ、いいね。うん。いやー、ゆっくりできました。うん。さて、それじゃあ、ぼちぼちま戻る方向に走っていこうと思います。あ、なんか、まあ、この近くに、ダムと、湖、なんかあるみたいな感じなんで、Google マップでパッと見た感じで、うん、あるみたいなんで、そこをちょっと巡ってから帰ろうと思います。それじゃあ、そのこの近辺にある、ダムと湖にちょっとブラッと寄ってから帰ろうと思います、うん、この辺秘境感があっていいですね、うん、こんなとこ住んどったら楽しいやろね、うん、結構な勢いできたね。よいしょ。紅葉閣、うん、有名なあの CM やってるとこやね。有馬兵衛の紅葉閣ってやつやね。バスも止まってるし、あ、お客さんやっぱり多いんかな。あ、これ紅葉閣、これか、これか。うん。あ、すごいね。ちょっと回れと。
7時半、7時半でまだみんな、あれかな、出歩いてないのね。早朝の散歩は皆さんあんまりしてない感じ。よいしょ。感じの橋、やっぱり風情がありますよね。あの城崎温泉もすごいいいですよね。またそのうち落ち着いたら行ってみたいですけど、城崎、あの温泉巡りが楽しいんですけどね。これぐらい右やったんかな。これ右やね。これ右、右って左ぐらいにあったような気がします。結構マイナーめなあのダムと湖みたいですけど、せっかくなんでちょっとこの機会に行っときましょう。時間的に、今7時半なんでダムカードもアウトというか、今日は祝日やからおそらく兵庫のダムはアウトでしょうね。後ろからオフ車が来た。羨ましい羨ましいな。何やろ、ヤマハかな。これ左やったかな。これ左っすね。よいしょっと。あ、オフ車の人も左来る。これやったかな。これやね。これですわさよなら。なんやろ、かっこいいあれやったな。よいしょ、よいしょっと。よいしょ。駐車現金。すごい大きい湖ですね。あ、これ、これが金泉寺橋、あれですね。ダムが見えます。いいね。こんな感じで、あのちょっと車多いけど、めっさ車通る。よっしゃ。あ、なんか東屋がありますね。これあります。こんな感じですね。道を回り、こんな感じで、ちょっと車が多いな。交通量が多い。はい、そういうわけで今日は、有馬温泉の、周辺まったりと散策しました。やっぱりいいですね、温泉街。でやっぱり落ち着いた感じで、本当、リラックスできるというか、そんな感じです。
そのうち、まあいつかは有馬温泉実際泊まってみたいですけどね。結構まあお値段すると思うんですけど、じゃあ今日はこんなとこですかね。すごいいい天気になって、よかった。カブちゃんも綺麗に見えてということで、また、ツーリングの方も、暇を見つけて、走っていきたいと思います。いやよかった。じゃあそういうことでバイバーイ。